新福山は、金剛山の南西に位置する山で、奈良県五条市と大阪府河内長野市の境にある、標高792メートルの山である。金剛山地の一角をなし、大阪五十山と奈良百湯山に指定されている。この山は、杉や檜が生い茂る、円錐形の山体をした典型的なカンナビ山である。過去には、天狗峰と呼ばれたこともあり。 カツの主源の霊山の一つであった。山頂部は樹林帯であるため、展望は全く効かない。この山頂には、笹尾神社の小さい祠があり、南北朝時代に、楠木正成が築いたとされる、笹尾祭跡も残る。なお、新福山は、五条市川の麓に所在する、白鳳寺大創建で、縁の行者が回帰したと伝わる、密教霊場、清流院。 大沢寺の三号でもある。山頂には、祠が二つ存在し、うち一方は、高浜佐太神社という名の、小浜彦神社、高天岸の神社と共にどれも、金剛三南独に鎮座する高天三山を構成する神社のうちの一社が鎮座している。高天三山は、古代から祀られた山の神を採取しているものであり、また高天とは、高間ヶ原を指すものであった。 新名朝交渉によれば、祭人は、須佐の王村であるとされているが、現在では、新福大近親、竜王神、大久保家祖神の御三体を祭祀している。また、もう一方には、皇天神社が鎮座する。その他に、山岳仏教的には、カツの二の28宿第19番京塚もあり、現在も言行に励む熊の主元者が時折見られる。ほか、 江戸初期にはこの地に、神、福山神福寺があったとされている。神福寺については、寺棒大転の関係で南独の大沢寺に所村が、移転するなど支配寺となっている。今後山地を、ドンズルポーから南下し、君峠を経て、泉山脈の岩脇山へ向かう、ダイヤモンドトレイルは、山頂付近の大阪川斜面を迂回する形を、とっている。なお、山頂へ行くためには、 新福山と大沢寺という大阪府設置の看板のところから脇道にそれる必要がある。冬の神福山山頂の小広場カツラ28宿、第19番新福山山頂で混行する熊野主原社山頂付近の登山道この山へのアクセス方法は複数存在するが、最終的にはいずれの場合も最短で30分、長い場合は2から3時間程度の徒歩となる。 ここでは、主なものを紹介する。南海電車を利用する場合、複数のルートがある。いずれも、南波、新井間宮、天下茶屋などから、高の線に乗車する。その後、次に上げる各駅で降車し徒歩で行く。君峠駅からの場合は、徒歩で君峠へ行き、そこから、ダイヤモンドトレールを、西の行者、田んぼさん、杉尾峠、行者杉と東へ行く方法がある。 また、ア美から文田谷を通り、西の行者でダイヤモンドトレイルに合流することもできる。さらに、河内長野から南海バスで岩見川まで行き、そこから行者杉へ行き、そこから東へ行くという方法もある。近鉄電車を利用する場合は、安倍の橋、古市などから富田林へ。そこから、混合バスに乗車し、千葉やロープウェイ前で、下車の上、 徒歩で東条山方面へ行き、そこから、千早峠を経由するルートが存在する。金剛山からは、ダイヤモンドトレイルを南下し、伏見峠、来谷峠、中葛木山、高屋山、千早峠と行くと良い。清流院大沢寺新福山 AB、大阪五十山、ハット AB、葛木のノミネと修炎の道、崩れ雑記、日本の神々、新名城交渉には、佐藤社、 すさたかおいのちか、あんとともおさめ横こんという記述がある。式内社調査報告。ありがとうございます。